4席をひし形に配置。自動車イベントでは様々なコンセプトカーや新型車、カスタムカーが発表、展示されますが、2017年の東京オートサロンにはバイクや自動車用エンジン、船舶などを手掛けるヤマハ発動機のクロスオーバーモデル、クロスハブコンセプトが登場しました。 このコンセプトカーにはどのような反響があったのでしょうか。クロスハブコンセプトは、ヤマハ発動機によるピックアップトラックのコンセプトモデルです。ボディサイズは全長4 4 9 0か、mm、け×全幅1 6 9 0か、mm、け×全高1 7 5 0ト、mm、ルと、ピックアップトラックとしては比較的コンパクトですが、 定員4人のキャビンとバイク2台搭載可能なベッドを両立。外観はクーペのような流霊でスポーティーなスタイルでありつつも、スキットプレート風のフロントバンパーなども、装備され本格オフローダーらしさも演出しています。キャビンは特殊な座席配置のダイヤモンドレイアウトが特徴です。コンパクトな室内に4人が座れるよう、 運転席が前方中心に設定されています。ヤマハ発動機は当時、このクロスハブコンセプトについて次のように紹介しています。こだわったのは、ジャストザライトサイズ。それは、ヤマハの遊びを運ぶための十分なユーティリティと、都市での機動性も兼ね備えた、オンオフともに使える適切なボディサイズの追求です。 大人4人が乗車可能なキャビンと、モーターサイクルを最大2台搭載可能なベッドを両立するため、スタイリングに先駆けてパッケージを徹底的に検証する、というユニークなプロセスでデザインと開発は進みました。そしてたどり着いたのが、独創的なダイヤモンドレイアウトのキャビン。ドライバーズシートをマシンの中央に配置し、 パッセンジャーがそれを後方から取り囲むレイアウトで、キャビンとベッドを確保しながらコンパクトなボディサイズを実現しました。このようにユニークなコンセプトにより誕生したクロスハブコンセプトですが、SNS などではコンパクトで非常にかっこいい。バイクメーカーの独特な発想が面白い、ちょっと走らせてみたいと交換の声が。デザインについても、 音差エンブレムが車に合ってる。ヤマハのバイクデザインはセンスが良いから、車にデザインを落とし込んでもかっこよくなるね、と肯定的な意見が多く見られました。運転席が真ん中に配置されていることについては、両サイドに人がいると運転しにくいな W。真ん中シートは最寄りにはめんどくさい。ニシーターガソリンエンジンで市販されないかな。 とやや心配する声もただ、バイク2台も乗せられるのはさすが。バイク込みで買う、ぜひヤマハは4輪に進出していただきたいと、ヤマハの車に期待する声は多く上がっています。ヤマハ発動機は、クロスハブコンセプトの2年前にも、スーパースポーツカーのコンセプトカー、スポーツライドコンセプトを発表していますが、 2018年に4輪乗用車の事業化を凍結しています。時流が変わり、ヤマハの車が再び現実味を帯びる時は来るのでしょうか